こんにちは、ヤガミです。今日は日付が変わって2月の4日の月曜日になりました。ということで、移動になったので Vlog やっていきたいと思います。現在1時ぐらい。1時半ぐらい。ということで、また風呂行っとったわ。こないださ、金曜日にさ、この Vlog やって、ほんで、なんか喋りたいことがいっぱいあるんだわとか言って、言っとったけど、その後さ、店の床の工事を DIY でやっとったんだわ。それがさ、意外と時間かかっちゃって、朝の7時ぐらいまでかかっちゃって、おいでもういいやと思って、で、そっから週末を迎えちゃったでしょう。ちょっとバタバタしとって。で、ようやくこう、週末が終わりましたから、今風呂行って、ちょっとゆっくりしとった。ということで、皆さん週末もお疲れ様でした。ありがとうございました。なんかさ、スピリチュアルとかさ、占いみたいな、なんか、何のあれかわからんけど、よくさ、そういうのを見とるとさ、正月とかじゃなくてさ、今年はっていうのがさ、昨日節分でしょ。なんか節分でなんか知らんけど、なんか区切るみたいな、なんかよく書いてあるわけ。だから今日からなんか今日がなんか正月みたいな感じで、そのスピリチュアルのなんか星の周りとか星の巡りみたいなのはさ、今日からスタートするらしいんだわ。まあそういう世界、どの世界かわからんけど。でさ、あれですよ。今日はまあそういう正月みたいな、今日から新しい世界がスタートするわけですよ。でさ、まあこう今日は記念すべきさ、俺のさ、あの大中華祭みたいな、大作会みたいな、が始まる日ですよ、今日から。ありがとうございます。どうするんだ、本当に。こんなズタボロになっとんのに、今日からさ、その大作会が、大中華祭が始まるって、もう本当に勘弁してほしいわ、と思いながらさ、風呂入っとったわ。なんなの本当に大中華祭とか大作会とか言ってきてとかと思うんだけど、まあ、なんかさ、そういうのを見てるとさ、あれですよ。2年ぐらいあるらしいの、今から俺。で、何をしたらいかんかって言ったら、とにかくまあいろんなことに気をつけろと。まあそういう時だと。あれ、厄年とかとはまた違ってさ、うちの専務がさ、今年はさ、厄年らしいの。この間初めて聞いたんだけど、ええーとか言って。だけどまあ、そんなの関係ないよ、本当に。俺、厄年ちょっと前にあったけどさ、俺が厄年の年はさ、結構言われとったの、先輩に。おい、厄年やべえもんね、気をつけろよ、お前。とか言って、あ、わかりました、とか言っとってさ、ほんで厄年になったじゃん。そしたら、世界がコロナになったからね、本当に。マジ、厄年すげえな、と思って。で、厄年が終わって、コロナが終わって、ようやく、俺は今から頑張るぞと思ったら、大中華祭だとか言って、占い師に言われるでしょう。もうむちゃくちゃやんと思って。だけど、まあ本当に関係なくてさ、そんなのは。何かに気をつけろと。ほんで、俺のそのやつを見とると、新しいことは始めるなと。とにかくおとなしくしとけと。だからまあそういうことが書いてあるわけですよ。だから、どこまでのことは新しいことっていうのかわからんし、何をやっていいのか何をやったらいいかもよくわからんけども、大丈夫、そんなのは関係ない。大作会か大中華祭か知らんけど関係ないっていうことで、まあ自分的にはそう思ってるわけ。ただまあそうやって言われとるもんで、なんかをちょっと気をつけてやっていこうかなとは思っとるんだけどね。だからまあ警告ですよ、警告。ほんで新しいこと始めないって、もうそんな新しい店金だ出す金もないし、もういいやと思って。だからまあ本当に今ある俺の持ってる事業を広げていく、少し広げていく。これ別に新しいことじゃないでしょう。なんか新しいことをしちゃいかんっていうからさ、今のままさ、なんか赤字のままずっとやってけっていうのは、もうそんなもん大作界すぎるでしょう。だから今持ってる自分の枠の中をこうやちょっと広めていくみたいな、なんかまあそんなような感じで今年と来年はやっていこうかなと思ってますよ。だから、ほんでさ、俺は今年の目標はさ、すぐやる。なんかすぐやるとかって言っとったんだけど、やっぱもう今もまだ全然できてないわけ、すぐやるっていうことが。なんかやっぱりさ、こう、経営が大変な時っていうのはさ、どうしても頭の中でさ、資金繰りが最優先に、頭の中に来ちゃうわけ。だって、資金繰りが止まったらさ、ショートしたらもう店とかも畳まないかんじゃん。もうなんか会社のこと頑張るとか、
店行って頑張るとか やることもできんくなっちゃうじゃんっていうのが俺の考え方だったっけ。だから今はやっぱりまだここのところずっと何を店に出るとかもそうだし、店のことやるとか、あとプリン作るとかクレープのことやるとか、なんかもっといろいろなことをスタッフには提案してはいるんだけど、全然できんのよ結局。そっちの資金繰りが優先されちゃってね。でもう最近なんかもう先月なんてひどいもんだったけど、今月のシフトをさ、スタッフの今日出したからね。今日できた、もう4日過ぎてから。俺はさ、月始めのスタッフは困っちゃうわね、どうしたらいいのみたいな、俺いつ行けばいいのみたいになるのは当然だから、そういうさ資金繰りとかその大変なことによって本来やるべきことちゃんとやらないかんこともすらできてないっていうのが今の現状なわけだけど、まあこれはもう今月中にもろもろ立て直したいなとは思ってるからさ、あれなんだけど、だけどやっぱりすぐやるっていうことがそんな状態なもんだから、やりたいなと思ったことをすぐやるっていうのができないわけ。ほんでよくよく考えてみたら、俺それで成功してきたっていうか、なんかすぐやるんだ俺。だからその分成功というか失敗もいっぱいしてきたよ本当に。すぐやるから、思いついたらですぐやって、何の計画もないのにとにかく一番最初に動いちゃうもんだから、まあこれダメだって言ってやめたこともあるし、まあ例えばなんか平日になんかプロレスバー企画をやろうとか言ってアカウントも作ってなんかいろいろやって準備して人までお願いしてわらーってやったけど、これ上がらんわったらすぐやめたとかさ、あとこの人いいだろうと思って雇ったけどもうこれダメだと思って、こうだから失敗もすぐやっちゃうもんで、すぐ行動しちゃうもんで、失敗とかいろんな人に迷惑かけたってことも当然あるわけですよ。だけどそれを繰り返してきたもんだから、あの成功したことはずっとやってきてるっていうのが今のあれなんだけど、だからよくよく考えたら思いついたことをすぐやるっていうのは俺の性格上そういう風だったんだけど、結局今みたいにあのそういう資金繰りがどうとか会社の経営がどうとかっていうのがあると思いついたこと全然できてないの。ほんで思いついたことどころかそういう本当に根本的にやらなきゃいけないこともできてないっていう状況なわけだから、まあこれを早急に改善するっていうのが今の俺の課題なんだけど、今日さ YouTube 見とったの、さっき風呂でイヤホンつけてさ、風呂でっていうかあの休憩するところで、そしたらなんかよくさ YouTube で会社の経営者とかにさこうインタビューするみたいなさ、なんかやつあるでしょ。でそれでちょっと上場企業の社長の話を聞いとったらさ、なんか同じ話しとって、それそれって俺が思ったのはそれそれっていうなんだけど、それをなんかすぐやるっていうのをピットパ法則みたいな言うんだって。パッとピーだったかな、ピットパーかパッとピー法則って言って、なんかもう本当に思いついたことはすぐやるみたいなことを話しとったわけ。なんかその人はなんか自分がまだペイペイの時に大きい会社の社長と話をしとったんだって。で俺もまあそういう時あるでしょう最近の話をしとって、その話しとる時は同じ立場なのに、なんで向こうはすっごいお金持っとんだろうとか、なんか結果は全然違うんだって。その同じ場所で同じ話をしとるのにお互いの結果は全然違う。俺も今同じような状況でさ、同じように飯食って隣で笑って喋っとんのに、そっちの人は年商50億で俺は1億もないみたいな感じなわけで、その人が思ったのは、あの気づいたのは、その相手の人はすぐピッとパッとやるんだって。パッとピッか忘れたけど、だやっぱりその行動力っていうのがないと形は生まれないと。ほんでやっぱりやらないとそれがずっと頭に残って、でパソコンで言うとやっぱキャッシュが残っていくような感じで、なんか行動がすごい遅くなってくるっつって、俺まさに今その状況だなと思ってさ。だからピッとパッとやって、このキャッシュもクリアしていけば、綺麗にしていけば、なんか効率が5倍ぐらい上がるんだって。なんかそんなような話を YouTube で見てさ、これですよ俺が思ってることっつって、なんかやらなきゃやらなきゃってことがいっぱい溜まってて、どん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 遅くなるっていうのは、キャッシュが溜まってパ
パソコンのスピードが遅くなっとったんだみたいな、まあ俺パソコンじゃねえけどみたいな話をたまたまさっき見てさ、でまさにこれだと思って、だからそのすぐやるっていう俺が言ってたのはピットパッド法則っていうらしい、パッドピット法則かどっちからしい、だから俺それだわっていうのを改めてこの2月に入って思いましたから、ちょっとまた今年は改めてピットパッド法則でやってけれるようにまずは調整していきたいと思います。まあやっていけれるようになったらもう思いついたことすぐやるようにさしていくわ。であと思ったのはやっぱり正月さなんか開けた時にさ、スタッフとほんのちょっとだけ飲みに行ってちょっと喋ったんだわ、今年はよろしくみたいな感じで、あれやっぱ毎月やらなあかんなと思って、なんかそんな年に1回だけじゃなかなかあれだから毎月やりたいなってすごい思ったね。でその時にそれもその YouTube で言っとったんだけど、ニューグッド&ニューっていうねなんかあれがあるらしくて、スタッフとさこう喋るじゃん、で俺もなるべくコミュニケーション取ろうと思ってなんか喋るんだけど、なんかどうなんとか最近どうなんとかそれどうなんぐらいで終わっちゃうことっていっぱいあるんだけど、なんかねその会社は毎朝やるんだらしいんだけど、なんか24時間以内にあったいいこととかなんかなんか新しい発見とかっていうのをみんなに発表させるんだって社員に。そうするとなんかさ、こっちからの質問じゃなくて自分からのことで全然俺らが想定もしないことが出てくるんだって。でそれは何でもよくて、例えばなんか昨日なんか初めてコンビニでなんとかって商品買ったんだけどすごい美味しかったとかさ、なんか昨日なんか友達から急に連絡来てなんか結婚するって言ってましたとかさ、なんかそのいいことと新しいことニューグッド&ニューっつったからを聞いてくんだって。だからなんかネガティブな話はしずにさ、なんかじゃ今週あった出来事は何でしたっつったら、いやなんかもう不眠症で寝れませんでしたみたいな話になったらダメだから、なんかグッド&ニューを毎朝その会社でやってったら、なんかそのスタッフ同士のコミュニケーションがどんどん広がっていったっていうのを聞いて、あそれいいなと思って、なんかうちはもう月に1回でいいもんで、まあ、全員一緒にっていうのはもうどう考えても無理だから、シフトとか作っててもなんか各店ごととかさ、なんかちょっと会えるスタッフではさちょっと集まって飯でも行ってさ、月に1回ぐらいグッド&ニューを聞いてこうかなと思って、まあそんなもん聞いて何も発展しんかもしれんけど、まあでもやっぱりみんなのこと知るっていうのは大事だし、そのスタッフのマネージメントっていうのはやっぱりその店の長がやるのもいいんだけど、やっぱりそれも一つの社長の、だからその YouTube ではスタッフのマネージメントとお金資金繰り、それが社長の仕事だっつってた。なるほどと思って、まあそんな感じでこうやってさやるっつったらピッとパッとやらなあかんもんで、ちょっと日にち決めよう明日いろんなみんなと話してということで、まあねそういうのも結局、いやちょっと銀行行かなあかんもんでさとか、今資産表出さなあかんもんでむちゃくちゃ売ってかなあかんだわとかさ、なんかの資料がいるものちょっとバタバタしとるんだわとかっていうのはちょっと今月中に落ち着かしてさやっていきたいな。まあまだまだ今年始まったばっかで2ヶ月目でしょう、とはいえもう1ヶ月が終わっちゃったでしょう。まあそんな感じで頑張ってやっていきたいと思いますよ。ということで今週もありがとうございました。また明日月曜日からよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。